はいはい、あ、ほんとだ、そう、普通のコンプレッサー、家庭用コンプレッサーが積んであると。もうね、変態。クロワークス、はい、どうもクロワークスです。ということで、今回の動画はタイトルにある通り、あの方があの部材をクロワークスと共に商品開発をしてくれてるということで、そちらの製品ができるまでをお届けする動画でございます。これね、以前に紹介したクロワークス号0号機、今アヤさん号として活躍しているクロワークス号0号機のディレクター仮想に使ったあの部材でございます。あの部材がいかにして出来上がっているのか、それとね、この動画公開時点で製品化が実現してるかどうかわからないし、実現するかどうかもわからないけれども、製品化するために今動いているこちらの部材、こんな感じで作ってますよっていうところをお届けしつつ、その涙ぐましいあの方の努力そちらをね、皆様にお届けしていきたいと思いますので、どうぞこちらの動画最後までごゆるりとご覧いただければと思います。ということで、実際に紹介していこうと思います。はい、ということで、こんな感じで、もうオープニングの画像からありましたが、あの原熱さん今作業しておりますこれすごいですよね。これもうクロワークスで何度も紹介させていただいてる原熱さんの NV350 キャラバンの VX なんですが、こうやっとね、積んであるこのボール板とか、そのさ資材が、あのこういうような形でやるんですよっていう絵が撮れた。はい、こんな感じでございます。ところ、しかもすごいのがこれ、電源、クロワークスベースで撮影しておりますが、クロワークスベースから電源を一切取っておりません。何で使ってるのって、ちょっとそこまずちょっと説明していいですか。そこがね、すごい。実はここに、はい、雪の城さんとおなじみ緑園さんの2000ワットの、はい、ああ動画でいつもお世話になっております、はい、野営塾の雪の城さんの動画でも紹介されてたんですね。これされてます、はい、されてました。もうつけていって、これ105アンペアのリープサイクルバッテリーが2機掛け、はい、でインバーターを介して、はい、この配線を通してズズズズズとズズズズズとやってきて、ボール板が動いてると、はい、この後紹介する輪切りからっていう形でね、作業工程をお見せするんですが、まあ全体的にこんな感じでございます。こんなのもあるでよ。あ、そうそうそう、コンプレッサーも積んでるんですよね。それも電動でもうポンプ動かしてるんですか。はい、普通にコンセントで取るタイプの、はいはいはい、あ、本当だ、そう、普通のコンプレッサー、家庭用コンプレッサーが積んであると。もうね、変態。なんかあれですよね、もう資材庫ですよね、はい、だから、さっきちょっとお話ししましたけど、今流行りのリモートワークですよリモートワークって言っていいのか分かんない、リモートワークって言ってるか分かんないけど、はい、もう完全にリモートファクトリー、はい、はい、という形で、もう完全に自己完結型で今ここでね、ベースで作業してもらってるんですが、ということで作っていただいてる部材に関してはドーンということで、こちらでございます。イレクターパイプの T 型の継ぎ手、イレクターパイプのね、継ぎ手をユーティリティなどに固定するための部材でございます。ということで、この部材を今原熱さんは大量に作ってくれてるということで、今日で何個製作ですか。とりあえず今日174個はい、作っていただいております、はい、こんな感じで今作っていただいてるんですが、先ほどね、撮影した高速切断機でプラの部材を輪切りする映像先取りしておりますので、そちらの映像をまずご覧いただければと思います。はい、ということで、今原熱さんがその部材を作るために切り出しをしてくれてるんですけど、はい、これがあれなんですね、元材なんですね。元材です。ということで、こういう感じの丸棒でございます。はい、ということで、はい、実際にね、輪切りしてる様子をご覧いただきましたが、その輪切りした後の部材がこちらでございます。先ほどのね、先ほどのプラ棒が輪切りされて、こういうような形になっております。で、この部材が出来上がるまでまだ少し工程があります。まずセンターに穴を開けることと、外径をイレクターパイプのサイズに合わせて切削をすることが必要なんですが、これね、こっから先このボール板だけで済むっていうそれをね、原熱さんとあれですよね、公式 LINE でやり取りしながら、はい、製品開発というか、こういう風にしたらいいものになるんじゃないかとか、こういう部材にしたらいいんじゃないかってことをやり取りしながら、原熱さんがいろいろアイデアを出していただいて、本来だったらこれね、多分ね、外径削るのも真ん中をきれいに穴開けるのも旋盤あったらすぐなんですよ。ただそのね、旋盤だって1個10万とかしますから、旋盤を導入せずにお持ちになってるこのボール板を有効活用して何ができるかっていうのをいろいろ試行錯誤していただいても、ここまでの形が出来上がってます。なんでね、ここまでの形が出来上がるまでの工程をお伝えしつつ、なぜこんなものをクロワークスが作り出したかっていうのを今回ね、ご説明できるようにしていきたいというような感じでございます。
はい、ということで、そう、これね、これもあったんすよ。いろんなバージョンありました。これね、イレクターパイプに中に木を圧入して、こっち側はこれこのままですか？本当に最初はこれだけ。はいはいはい、木のまま。で、ここにこのサイズの内径に合わせたワッシャーを買ってきて、ハンダで溶接したんですよね。ハンダで溶接されたりとか、いろいろ試行錯誤をした結果、もうイレクターの輪切りの部材に木を入れてっていうのは、木がね、均一性っていうのがどうしてもあるんで、製品っては厳しいだろうって話になって、最終的にこのプラに行き着いたと。はい。いうような感じでございます。本当にね、紆余曲折ハラネツさんとやり取りをさせていただきながら、これがねっつってクロマックス見てる視聴者さんにこの製品が出来上がるストーリーを込みで皆様にお届けできたら面白いなっていう話の中からちょっと生まれた内容でございますっていうような形でお話がありますので、そういったストーリーも含めて実際に制作する過程を撮影させていただければと思いますので、お願いします。はい、ということで実際にこれは今穴開けでしてる、あ、これも出来上がった部材だ。これが出来上がってる、はい、穴開け加工をしていっていただいてるんですが、これもここも一悶着あったんですよね。一悶着ありますあの、まあまず真ん中に穴が開かない。そう、ボール板で開けようとすると真ん中に穴開けるのが厳しいと、結構変身しちゃってるんですよね。そうですね、結構こうポン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 と変身したような形で穴が開いてる部材が多かったので、そこをね、なるべく取り付けする上では問題ないレベルに精度を上げられないかっていうお話をしていったところ、なんだこっちを回せばいい。そう気づいた。部材を回して、はい、バイスで挟んだドリルに落とし込んでいくと、はいはい、まあ、これがね 100% ボール板の正しい使い方がどこかは別っすよ。別問題です。あの、旋盤がないゆえでどうするかっていうような感覚の考え方で出来上がったのがこの手法、はい、旋盤の10万円をかけるぐらいだったらこの製品を作っても意味がないと、はい、そういうところを考えていた結果、ラネッツさんが出していただいた答えがこれ、はいはい、ということでこれで実際開けるところを取らせてください。はい、ということでこんな感じの車内で完全にあのモバイルワークスペースと化してる原根さんのお車ですが、ちなみにですよ、本業とは関係がございません、はい、趣味です。これ趣味です、はい、趣味でこういうお車を作ってる、ほぼ関係あります、はい、クロマークスでいうところの褒め言葉の完全なド変態さんですね。はい、ド変態です、はい、そういう原根さんが今いろいろ作業をしてくださってるというところなんですが、もうね、淡々とこういうような形で輪切りにされた、先ほどね輪切りにした部材を淡々と穴開け加工をしていってると。はい、ということで今ので穴開け作業工程終わり、はい、約180個、はい、くらい今穴開けが全部終わりました。で、次がですねこちらでございますよ。これがね出来上がった製品なんですが、外側の切削、表面をディレクターの K のサイズとほぼ同じように削り込んでいく工程でございます。いや、すげえよな。こっから先、ちなみにこれボール板使いますからねこれね、あのボール板の正しい使い方かどうかわからないです。工業機械とかって扱われてる方であれば、その縦方向以外の軸運動ですよね、回転に対してボール板に負荷をかけるのはどうなんだっていうご意見も出てきそうですが、そこら辺はご容赦くださいあの、旋盤がない場合にどうするかっていうのを一生懸命考えて作り出した苦肉の策というような形で、でもこれはね結構ね、旋盤変えないけど鉄は無理ですよきっと。プラとかこういう部材でもボール板でそこまで削り込みができるよっていうのはね、一つのねこれ参考になると思うんですよ。で、俺もまだ写真でしか見させてもらってなくて、どういう風に組んでいくかっていうのを見てないんですよ。なんでね、そこを組んだ状態で、どういう状況で組んでるのっていうのを皆さんにちょっとねご紹介していきたいと思いますんで、そこもよろしくお願いします。はい、来たこれ、来たこれ、こんなのがあるんですね。あります。これがアマゾン、これアマゾンで、4000円、あ、3000いくら、そうなんだ。これもともと何に使う部材なんですかこれ。いや、もともとはボール板をフライス板にみたいな感じで売ってたんで。そういうことか、ボール板こっか、ここの、はい、ここ の刃をフライス板用の刃にしてやれば、はい、ここでこうテーブルジグを止めて、そうで、くる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 って回すことによって、はい、あ、フライス板的な切削ができるように、もうそういうのが一応できるよっていう機械なんですね。機械です。で、今回使うのはフライス板的にではなく、旋盤的に使うっていう応用の応用ですよね。ただやっぱボール板自体がやっぱり、はい、この方向にはやっぱ強いですけど、はい、この方向ってやっぱそうですね、考え考慮はされてないんで、
横方向ですね、軸に対する横方向のまあかかる荷重っていうところにはあんまり考えられている電動工具ではないので、そこだけ気をつけなきゃいかんよねと。自己責任でお願いします。はい、そこも自己責任でございます。こんな方法もあるよ。でもそれがね、直ちに事故につながるっていうような感じは僕もパッと見は見受けられなかったので、まあ、ご意見ある方いらっしゃればコメント欄でください。なんですけど、旋盤が買えない苦肉の策の手法がこちらですっていう紹介の仕方ですね。旋盤ね、このキャラバンに積むわけにいかないですからね。まあそうですね。まあ大きい旋盤じゃなくても卓上旋盤だったらなんとかとは言いつつも、なかなか旋盤は高価ですから。はい、ということで刃を固定しました。すごいですよね。ボール盤を簡易フライズ盤にするキットを使って、それの応用で簡易旋盤を作り上げるっていうね。これバイスの刃、これも中古で売ってたんですよね。中古です、1000円です。1000円で売ってた新品の中古のバイスの刃。はい、バイスの刃って両方、刃の刃だな、まあ刃というか、まあホルダーと刃だったんですけど、はいはい、刃はなんか50円くらいで売ってたんですよね。はい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 。今ねこれ固定してあります。で何個かね試しに削ってみたんですけど、これすごいですよ。旋盤のように削れている。なんでね、実際に母材への固定の仕方、これ今パラネットさん固定してますけど、ボルトをね通してワッシャーをで挟み込んでナット止めするっていう、そういう手法で母材を固定しております。でそれを固定してボール盤を回転させて刃を回していくと、はい、ということでやっていただいた表面がこんな感じ、まあ、あそうだね、ちょっとそうですね、やっぱここがブレて当たってないというか、はいはいはい、こういうブレは出るんで、なんでそのブレの部分を修正する意味も含めて、ある意味薄皮1枚削ってあげて物を作っていくと、はい、で出来上がった製品がこちらでございますという感じですね。こんな感じのものが出来上がってくる。これ製品の均一性で言ったら結構高いですよね。そうです、そこそこ高いですよね。これ旋盤でやってよって言ったらへーってなるぐらい、そこそこ均一性が保たれてます。まあそうです、まあ、こういったね、切削跡っていうところに関しては高速切断機もそうだし、応用の応用を重ねた旋盤的な削り方に関しても、はい、若干は出ておりますが、まあこれが基本的に部材としては見えなくなるところなので、基本的に、精度が問題なければ見た目はそんなに気にしなくてもいい部品というような形でこれが出来上がっているというような形でございます。という形でそんな感じで作業をどんどん進めていっていただきながら、ちょっとね、一ついくつかトークになる部分というか、スグルの方でお話ししたい部分をお話しさせていただこうと思うんですが、はい、この部材もうね、ヤフオクで売ってますよね。これとおそらくこれと同じ部材を使ってっていうんで売ってます。でその方は売られてる方がいるんですけど、そういう方たちの説明用部分を見ると、まあ、旋盤で削ってますと。で、ある程度の加工品なんで精度の均一とかそういうところはご勘弁くださいっていうような内容でも言われてるんですが、これね、ほとんど旋盤で削ったのと精度変わらないぐらいもの出来上がってると思うんですよ。これはすごい。それこそね、アイデアっていう形でいろいろ手間がかかってしまってる部分はありますが、こんな感じでね、精度がしっかり出てきてるよっていう部品でございます。で原熱さんとこの話して、なんでわざわざこの話を進めてきたかっていうと、原熱さん実はこの動画見てらっしゃる方でもご存じない方いらっしゃると思うんですけども、クロワックスメンバーズっていう、有料会員のメンバーズ制度になっていただいております。その上でパーカーとか着ていただいてね、いろいろ本当にお世話になっている方なんですが、実際にね、クロマックスメンバーズっていう、なんだって言って、何をやってるんだかよく分かんないけど、とりあえず入るよって入っていただいた方たちが今ほとんどなわけじゃないですか。で僕がね、将来的に見てるこのクロマックスメンバーズの形っていうのが、結構個人事業主さんとかお勤めになられてる方でも、個人的に、まあ、原根さんみたいにこういう、まあ、変態な方も含めてですよ。そういう方も含めて、技術的にいいものを持たれてたり、アイデアがいろんないいものを持ってたりする方たちって結構多いと思うんです。で、お仕事としてご自分で事業をなさってる方たちも、例えば建築資材運んでますとか運送系やってますっていう方たちだったり、大工さんやられてる方がいたり、結構職人さん系が多かったりすると。なんでそれであればですよ、今集まっていただいてるメンバーさんの中で、例えばこういう部材ももう実際に世の中に出てますし、作ってらっしゃる方もいる。ただメンバーズさんと一緒にこういう商品を作って製品化もしできるような状況が出てくれば、今後ね、そういったものを実際にクロマックスとして自信を持って紹介できる製品っていうところをどんどんね、メンバーズさんなんかと一緒にコラボレーションで作っていって、クロマックスで紹介していって、その商品が皆様のお手元に届くっていうような流れを作っていきたいなとか、
あとはまあメンバーズさんの同士の間の中でもこんな仕事があるからって言ってどんどんお仕事が生まれていくような環境だったりとか、あとはメンバーズさん同士でまあ仲間の輪が広がるとか、そういうような形でメンバーズさん同士でのお仕事の輪が広がったり、クロマックスが関わらせてもらうことによって、まあこの部材に関してはね、今回は1個売れて何千円とかっていう利益のものではないんですけれども、そういったところで活動していく上で、趣味をされる上での少しのお小遣いになっても面白いよねとか、そういうような形で何かできないかなっていうのをお話ししてる中で生まれた一個、最初の一歩でございます以前にね、サイドオーニング作ろうよとかっていろいろ動いてた時もありましたけども、私スグル代表自身もまあそういったところでいろいろ失敗もあり学びもありました。そんな中でもう一度しっかりとクロワークスっていうところの原点に立った上で、メンバーズさんと共にこのような製品一個をまず作ってみて、それを皆様にお届けしてみてっていうことを挑戦していこうっていう第一弾でございます。まあそういうものがね、少しずつ形になっていって、まあクロワークスのメンバーズさんっていうところでクロワークスをね熱くご支援いただいている方たちと何か新しいことができないかなっていうことは日々模索していきたいなと、そういうふうに思ってたりもするので、それの第一弾、はい、これを作ってますという感じでございます。でこの部材を使った仮想動画っていうところに関しては、そちらの動画もね公開していこうと思います。実際にねイレクターパイプの部材っていうことで作らせてもらってるんで、軽バン軽トラ、場合によってはハイエースとかっていうところのイレクターの加工とかっていうところ、いずれにせよこれユーティリティナットにね固定ができる部材っていう形で作ってるものですので、こちらを有効活用させていただいた上でクロワークス号0号機初号機今ね2台あります。こちらのね車の方の仮装っていうところの動画に生かしていったり、あの視聴者さんの仮装のお手伝いなんかする時があったり、視聴者さんがねこの部材を使ってディレクターで組んでみましたなんていうお話が出てくるように、いろいろ挑戦していこうと思いますんで、今後ともですねクロワークスがこういう活動がどういう形で実を結んで何につながっていくのかっていうのを楽しみにしていただければと思いますので、あの羽根さんも今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ということで息ぴったりよ。羽根さんだって何回取材します？羽根さんのお車、2、3回取材させてもらってて、そうですね、まあ、動画に出てもらってることは数知れず、あのクロワークスのメンバーズさんということで一緒にいろいろなことを関わらせていただいている羽根さんなんですが、今回の動画はその羽根さん本業全然違うけど、はい、クロマックスの桜田ファミリアと呼ばれるこちらの NV350 キャラバン VX グレード VX ですから、あのそちらのお車に積載されている工具たちを有効活用した上でディレクターの部材を一緒に作っていただくっていう、そういうところを紹介してみた動画だったですが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたしま す。あ、ちなみに下の概要欄にこの動画公開時点でこれ製品化されてっかな、下の概要欄見てみてください。もしかしたらクロワークスのオンラインショップの方でこれがもうすでにラインナップされてるかもしれない。それがいくらぐらいでどういう風に出されてるのかっていうのも楽しみにね、下の概要欄から覗いていただければと思います。実際にハラネッツさんのこちらのお車を紹介した動画なんかもそうですし、イレクターパイプでいろいろ仮装されてる車の紹介だったり、クロワークスでイレクター使ってみていろいろやってみたっていう動画なんかも再生リストの方にまとまってればななんていうふうに思いますんで、そちらの方下の概要欄からいろんなリンク飛んでみて、どういうもんなのかなっていうのをちょっとねいろいろ覗いてみていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いや原哲さんもありがとうございました。こういってね、あの1回も試作品が出来上がってこれでいけますってなったんですが、やっぱ制作をしていく上でこういうようなちょっとした羽出し品みたいなものはちょこちょこ出てくるというような形でございますが、資材投入費がある程度ね回収してもらえるような形でちょうど買おうかなと思ってた人、ヤフオクで買わずにクロワークスから買っていただいたら皆さんに笑顔になるかもしれないということで、どうぞよろしくお願いいたします。